今日はブルーチーズを使った簡単すぎるおつまみ作っていきたいと思います。まずはデーツ、大きめなデーツを半分に切ります。縦半分に切ります。今日はデーツ2個使用します。中がちゃんと空洞になっているものとなってないものがあるので、なってないものはちょっとこじ開けて空洞を作ります。そこに室温に戻したブルーチーズを詰め込んで、はい、最後にくるみをトッピングして、これで完成です。これを4つ作っていきます。台湾のお土産でデイツにくるみが丸々1個入ってるお土産が大好きで、行くと必ず買ってきますが、それからヒントを得て大好きなブルーチーズを間に仕込んでみました。簡単すぎるおつまみ、ぜひ作ってみてください。料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コメントも励みになります。よろしくお願いいたします。コロンと転がっちゃうデーツは、そこをちょっとカットすると、ちゃんと座ってくれますので、ちゃんと座らせたい方はカットしてみてください。